ボールまでの距離感、フライトのくらいの距離感、自分の投げる球筋、そこしっかり意識してやって、了解、最後。はい、最後甲子園は最終的に何回出られるんですか？まあ、2回です。自分はもうそこでやってたから今があるぐらいなので、はいはい、これが監督の指導がなかったらもうどうなったか分かんないですね。こんな野球続けられたかも分かんないし、うん、あの長野さん今ご年齢っておいくつでいらっしゃるんですか？37で今年8の年です。あ、38歳の年、はい、同年代でいくとプロ野球選手だとどういったところが？ダルビッシュ選手、涌井選手、はいはいはい、はい、ですかね。今結構黄金世代というかそうですね、すごい選手がいらっしゃいますよね。そうですよね。38歳、何歳ぐらいから野球は始められたんですか？野球は小学校1年生ですね。だから7歳から、まあ、野球には触れてました。もうなんか、うん、ご兄弟とかってちなみに？はい、兄が2人いまして、はい、兄2人の影響ですね。兄2人も野球やってたので、はい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 、その影響で、はい、なんか成り行きで。あ、はい、中野さん末っ子だったんですね。そうです、3男ですね。何個ぐらい離れてらっしゃるんですか？一番上が5つ。はい、で真ん中の兄とは2つですかね。でお兄さん2人とも野球、野球をやってましたね。なんかお父さんが野球好きだとか？いや、そんなわけでも多分ないとは思うんですけど、はい、長男が始めたきっかけなんじゃないですかね。みんな連なってやってったというか、はい、野球が盛んな地域だったりするんですか？いえ、至って普通じゃないですかね。千葉県の市原市出身なんですけども、でも当時はその市原市だけで 2,30 チームあったと記憶してます。だからまあまあまあ普通にやっぱ野球が一番人気あったと思います、当時は。そうですよね、はい、こう始められる、まあ、お兄さんがやられてたってことだと思うんですけど、なんか自然とこう野球に触れて入っていったのか、なんかそれともまあ上はやってるし半ば強制じゃないんですけど、でもなんか見よう見まねで多分なんかこう柔らかいボールで遊んでて、真似して遊んでて、なんかいつの間にか、なんか強制されたとかは全くないんですけど、はいはい、いつの間にかやっぱり自分もグラウンドに足を運んでキャッチボールしてっていう、なんか普通の流れで始めただけです、ね。そうですね、はい。少年野球チームは結構スパルタで厳しいチームだったんで、はい、その時間は結構今思うと大きかったかなっていう。はい、どうスパルタで厳しかったですか？まず平日も練習ありますし、学校終わってから大会前だと平日も毎日あるし、土日も夏休みもずっとあるし、はい、あとはやっぱ走ってましたね。走ってたし、単純に厳しかったと思います。厳しい、なんか楽しくやろうぜ、おいどんまいっていう感じよりも、うんうん、ちゃんと野球を教えてもらったというか。なるほど、はい、でもまあ厳しく、その時間もすごく今振り返ると良かったなというか、うんうんうん、体力もついたし、はい、やっぱ勝ち負けに一生懸命になるっていう気持ちも育ててもらったかなっていうふうに思います。じゃあ結構こう自分のこう根本というかはその小学校時代に結構作られてきた。そうですね、よくわかんないですけど、まあ、よかったんだと思います。当時は どんな思いだったんですか？いや、全然こういう目標も特になく、はい、まあ多分小学生だったんでプロ野球選手になるぐらいのことは思ってたと思うんですけど、はっきりとした目標や夢はなかったんですね。基本的にずっとないですね。ずっとないです。
それは、はい、なんかそれこそ野球が嫌いになったりとか嫌になったりとかもなかったですか？あ、嫌いになる嫌になったことはないですね。これは不思議と言われて、今あの質問を受けてなんですけど、嫌いになったことはないですね。嫌になったこともないですね。しんどかった時期はありますけど、なんかもう野球やめようかなとか、なんかそういった思いは一切ないですね。あ、そうなんですね。はい。一番最初のポジションはどこだったんですか？は、小学生の時、公式戦始めてたのは多分小学校3年生なんですけど、は、でも外野ライトとかやってましたね。あ、そうなんです。なんか上級生の大会になんか3年生だけ出てたみたいなタイプです。なるほど。4年生以上多分しか出れないような大会とかあるんですけど、そういうのに3年生の時からなんかライトに出てたとか、それではあれですか、小学校の時から同級生の中では運動神経が良くて、そうそう、運動神経がすごいいいかって言ったらそうじゃないんですけど、まあ球技は得意で、まあ野球もその当時小学生ではわりかしできてた方かなっていう感じしますね。3年生からずっと試合に出続けて、はい、そうですね。最終的なポジションでいくとはキャッチャーです。キャッチャーですね、はい、小学校の時もそのキャッチャーを経験していくんですか？そうです、小4からもずっとキャッチャーですね。小4からも、小4からも他のポジションはやったことなかったですね。ずっとキャッチャーで中学校、大学、社会人とか、はい、それは希望してキャッチャーになったんですか、最初は？まあ、投げるの、まあ、肩強い方だったんで、はいはい、まあ、ピッチャーかキャッチャーどっちやるかみたいな話で、うんうん、まあ、キャッチャーやりますって言った記憶は何かありますね。なんか当時で行くと憧れたプロ野球選手だったりとかそういう影響もあったんですか？キャッチャー、いや、そういうのもあんまり なくて、うんうんうん、なんすかね、なんかキャッチャーの方がいいかな自分みたいなぐらいで、キャッチャーってなんかあんまりこう進んでやるポジションじゃないというか、最初はイメージがあったんですけど、で、ね、でも なんですかね、わかんないですね。でピッチャーやってても、もうある程度やっぱ肩強かったからできたと思うんですけど、はい、もしピッチャーやって小学校やって中学校ピッチャーやってってやってたら多分高校野球までしかできなかったんじゃないかなと思います。高校野球は多分そんなパッとしないで終わってたと思います。それ小学生の戦績じゃないですけど、チームはどこまで？まあ、でも県大会とか優勝してましたね。はい、優勝したり準優勝したりとか、はい、結構県大会に毎回出るようなチームででした。中野さんは どうなんですか、当時、まあ、ちょっと地元では結構有名選手だったのか。まあ、自分の代ぐらいだ、代の前後ぐらいだったら、はい、まあ、結構多分できてた方だと思いますよ、野球は。あんまりじゃあ同級生には負けないというか。負けないっていうか、まあそうですね、でもそういう市の選抜メンバーみたいなの選ばれたりだとか、はいはいはい、はい、まあ、なんかしてましたけど、でもなんか本当にのほほんと生きてきたんで、なんかないですよね、具体的にお学校だったとか、うんうん、こういう風な練習してきたとかも特にないです。うんうんうん、はい、どちらかというとじゃあこう流れに身を任せるじゃないですけど、そうですね、厳しい環境の中で、はいはい、その中でまあ一生懸命はやってました。うんうん、はい、中学校はクラブチームに入られるんですか？はい、ポニーリーグで市原ポニーという、はい、市原ポニー出身です。はい、なるほど。なんか当時、まあ、中学校ではあんまりないかもしれないんですけど、なんかいろんな選択肢はあったんですか？シニアリーグだったりとか。まあ、それも兄が入ってた、そこに行ってたっていうだけで、入ってだけですね。うんうん、じゃあ兄の影響っていうところが多かったんですね。はい、で、まあ、キャッチャーでもちろん入っていかれるのかなと思うんですけど、はいはい、どうですか、なんかこう小学校時代は中軸で県大会もこう優勝するぐらいのチームにいる中で入っていかれると思うんですけど、まあ、急に公式に変わったりだったりとか、はい、中学のレベルも多分一気に変わられると思うんですけど。あ、そうですね、もそもそも私入った時そのポニー、うちのチャラポニーって15名とかそれぐらいしかないチームだったんですよ。はいはいはい、20人いたかなぐらいでやってたんで、なんかそれものほほんとやって、うんうんうん、はい、
でも3年生の時にジャイアンツカップになんか出れて勝って、でジャイアンツカップに出たのは記憶に覚え、それは覚えてます。でチーム自体は別に弱いというわけではなく、たまたま強かったです、その代だけ、はい、へ、仲間や仲間に恵まれ、うんうん、だけですね。あとは全然あのパッとしない選手だったと思うんで全然こう成長しなくてですね、そもそも成長期が遅くて、はい、中1とか早い人だと小6とかでぐんと身長伸びて体大きくなったとか中1とか、成長期来たのが多分中2の冬とか中3になる前ぐらいに身長が伸び始めたぐらいなんですよ。へ、声変わりしたりだとか、はい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 、それも遅かったような気がして、だから全然あのブヨブヨで、体ブヨブヨで、はい、身長も伸びてないし、普通のあんまり上手くない中学生まあでもキャッチャーやるっていうからには体ちっちゃくてそれずつキャッチャーやるんですよ。そうですね、まあ、小さくはないですけど成長期来ないんで周りの子やっぱ大きくなってきますよね。あ、はい、でまあ当然そのうち中2の冬中3前ぐらい成長期で身長伸びて、うん、まあちょっと体ががっちりしてきて、うんうん、でまあ普通の中学生になったぐらいで、うんうん、はい、こう体がグンって大きくなるタイミングでプレーでこう具体的になんかこう変わったとかっていうのは感覚あるんですか？いやそんなないんですけど、そのちょうど身長ちょっと太ってたんですよ絶対絶対太ってたんですよ。ちょっとブヨブヨしてたんです、はい、で縦伸びなくて、はい、でご飯すごい食べるんで、はい、でその成長期が来るタイミング中2の冬ぐらいでものすごい練習自分で毎日走って、はい、毎日バット振ってみたいなのをした記憶があって、それと同時に成長期を迎えて、うん、なんかそこでちょっと野球上手くなった感じしますね。はい、それは何きっかけで急に練習しようと思い始めたんですか？なんかなんだろう、あんま上手くなってねえなみたいな、うん、自分が上手くなってないし、うん、野球もちょっとなんとかしないといけないかなみたいな、うん、ちょっと太ってるしみたいな本当そんな感じでそんな感じで、で勉強も得意じゃなかったので、うん、あの野球ちょっと頑張ってみようかなっていう感じです。確かに中2の後半ぐらいになるとこう進路を意識しながら野球やるんじゃないですか？はい、そうですね。でも本当能天気でなんですよ、そんなに進路のこともなんかもう甲子園行くだとかなんだとかっても夢のような感覚で行ったんで、うん、でもちょっと勉強って得意じゃないし野球でなんとかなんねえかなんとかそんな感じですね。中学校は、はい、いつぐらいからこう試合に出られるんですか？小さい頃は成長期の前はあんまり出られてなかったんですか？まあ、人数少ないんで出てたと思います。本当に人数少ない、十何人とか20人ないようなクラブチームだったんで、はいはいはい、うん、出てたっすね、2年ぐらいから多分。小学校の時はそれこそ毎日練習してて、中学クラブチームの練習量って、そうです、土日しかやらないので、でも平日もろくなことしてないですよね本当にろくなことしてないです、まあ、それでブクブク太って、はい、でもそのさっき言った中2の冬ぐらいかなぐらいからちょっと自分でやり始めたっていうのは覚えてますね、うん、平日もそうでした。どれぐらい？結構ぐらい知れてますよ、100回200回振ってたんじゃないですかはい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 、100回200回振って知れてると思います、はいはい、自身のこう成績が出始めるのっていうのは最初からもう出てたのか、やっぱ途中ぐらいから、中学時代です。いや週最終試出てないような普通のキャッチャーだったんで、はい、なんかここでなんかすげえいいキャッチャーになったとかないっすね、うんうん、多分6番とかそんくらい打つと思います、普通のなるほどすごい普通のオール3ぐらいの選手だったっす。そうだったんですね。ジャイアンツカップではどこまで行かれるんですか？は1回戦でもう普通に完敗して、はいはいはい、終わりました。どこと対戦されたんですか？武蔵府中リトルシニア。
名門ですよね。名門ですね。当時から。どれぐらいで、スコア的には。いや、もうコールド負けだったと思います。あ、多分そうだと思います。そんなに違ったんですね。はい。はい、どのあたりが戦力として結構違ったんですか。もうあれっすよね。雰囲気が違うっすね。なるほど。田舎からたまたま出てきた我々なんかとは、そんなイメージですね、私は。はい、試合内容も全然覚えてないですし。はいはいはい。はい、さらっと終わって、はい。気づいたら終わってたみたいな。はい。はい、まあ、中学校時代で行くと、なんか目標みたいなところで行けば、やっぱ甲子園だったりとか、プロ野球選手だったりとか、そのあたりに夢はこうまだ持たれてる感じなんですか？いや、中学生の時はもう何もなかったですね。うんうん、プロ野球選手になりたいとかも全く思ってない、思ってないっていうか、まあ、そんなのまあ、あれ結構現実見えてたんで、プロ野球選手なんてなんてっていう感じですね。はい、甲子園なんてっていう感じです。あ、そうなんですね。甲子園なんて、いやそんな強豪校にそんな気はなかったですね、うんうんうん、あんまり高い志がなかったのかもしれませんね。進路は次高校はどのように決められるんですか？高校も、まあ、千葉県内の、まあ、とある強豪校さんに一回練習参加みたいに行ったんですけど、はい、お断りされ、へえ、はい、どこ行くたらいいんだって、別に勉強もできないし得意じゃないしどうすっかなっていう感じで、はいはい、で拓大高陵に進むんですけど、はい、なんかそれも同級生で一人決まってたりして、でなんか、まあ、縁があるっていうか、その中学のチームから拓大高陵に行ってる方も何人かちょこちょこいて、うんうん、そういうご縁だったのかわかんないですけど、で、なんかじゃあそこ、高谷校に入れるっていうから行きますぐらいの感じで、もうどこどこ行きたいっていうよりも入れるから、まあ、行きます、入れる、ほんと入って一回、いや、それも憧れですよね、うん、もうそんな高谷校なんてもう憧れでも、そうです、はい、だからもうああいうのも一回切れたらいいなぐらいのことを入学前か入学してからか思った記憶はあります。なんかベンチに1回ぐらい入れたらいいなみたいなもうみんな俺がレギュラーになってるっていう中に、そうなんですかね、やっぱり全然そんななんかそんなあれはなかったですね。全然なかったです。そうなんだ。なんか我々としてはこう中野さんの旧歴を、まあ、一応すべては知ってるので、なんかそういう最終経歴からいくとね、いやもうなかったっすね。あ、そうなんですね。そう、しかもそれこそ拓大高陵にそういうなんか練習参加行ったのも、はい、8月とか9月なんですよ。はいはいはい、そうです、もう遅いっすよねなんか夏休みになんか母親となんかニュージーランド行ったりしてたんですよ。へー、進路も何も決まってるなるほど。なんかで、なんかの縁があって行って、はい、で帰ってきてからお邪魔した記憶があります。自分だけ決まってないみたいな。なるほど。でお邪魔してちょっと、はい、練習見てもらって、はい、でまあ取ってもらえるってことだったんで、なんかいろんな学高校からこうお話いただいてたとかっていうのはないですね。なく、はい、その中学のチームメイトがそれこそそうですね、その中心ってやつは選手はやっぱりそれなりの千葉県の学校で、はい、強豪校に行くんじゃないですか。強豪校にも行ってますね。当時に行くと千葉県内だと千葉経済ですね。いや、ですね、当時一番やっぱ市船さんだったり、はいはい、どこだろうな、まあ拓大高陵もやっぱ強かったですよね。そうですよね、強かったです、うん、市船が一番、我々が小学生の時とか中学生ぐらいの時は一宇田がこう千葉県3連覇とかしたりだとかして、やっぱ一番勢いがあった感じありますね。なるほど。まあ、でもそこから拓大高陵に進んでいかれるわけなんですけども、はい、部員としては全体でどれぐらいいらっしゃったんですか？拓大高陵って多いんですか？
私3年生の時はやっぱ100は超えてましたね。110ぐらいいったと思います。多いですね、はい。じゃあ同期で行ったら30弱ぐらいいたと思いますね、はい、30ぐらいいますかね。25から30ぐらいいるんじゃないですか。うーん、でもやっぱり県内では有名な選手とかが同期で入ってきたりするんです。ああ有名なんですかね、やっぱ多分力ある選手いっぱいいましたね。うーん、でも中野さん的にはどういう気持ちからですか。なんか今までの話を聞くと、いやもうよそ行きっすよ。何してもそわ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 俺がやってやるぜみたいなのないっすよね、はいはいはい、そんな少年だったと思います。俺がやってやるぜみたいな、はい、俺がレギュラー飛んでみたいなのはなかったっすね。なく自信がないっていう感じなんですか。自信がない、自信がない、不安が大きい、いや不安がないとか自信がないタイプではないんですけど、はい、どちらか淡々としてますね。うーん、淡々としてるタイプ。うん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 、はい、なるほど、そういうことですね。それこそですね、まだ1年入ったばっかりでそんな今気にしてもしょうがないでしょうぐらいの。そうです、なるほど、うん、はい、めちゃくちゃキャッチャー向きの選手ですなんか入っても本当に流れに身を任せて一生懸命頑張ってたのかな、はいはい、こうよく俗に言う、こう中学野球から高校野球に入った1年生のタイミングでいろんなこうカルチャーが変わるタイミング。ああそうですね、一番こう衝撃受けた部分の大会となりますね。いや、まあちょっとした上下関係はないやんはありますけど、うんうん、そういうのもあんまりこう苦じゃなかったというか、まあこんなもんでしょう、ね、まあまあまあ、はい、だしなんかもうグラウンド入ってあの雰囲気で野球やってるのにもうなんか自分がもう憧れちゃってたみたいな。ああなるほど、すげえみたいな、うんうん、専用球場がやっぱしっかりある、はいはい、へーすげえって上級生がノック、監督さんのノック受けたりしてて、はいはいはい、すげえなーっていうか。当時高台これの監督さんってどなただったの？は、小枝監督。小枝さん、はい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 、でした。はい、その後ジャパンの監督やられてるの。そうですね、はい、あそうなんだ、小枝さんの時に進んでいらっしゃって。キャッチャーの同期に行くのどれぐらいいらっしゃったんですか。私含めて3人、他に2人くらい同期ですかね、うんうん、キャッチャーの同期、うんうん、3人ぐらいって、はい、実際にでも30人近くいるとみんな練習できるんですか。いや、そんなことないと思いますね。全く同じ練習ができるなんてことはないですね、うんうんうん、それこそ A チーム、B チーム、C チームぐらいには、まあうん、まあ A チームとその他って感じですかね。うん、サポートとかが結構多くなるんですか、ね、A チーム。まあ、そうですね、うんうん、はい、まあ、要はランニングメニューが結構多くなったりとか。そうですね、はい、実際そういうこう、あの実践の練習に入るとか、練習に入るタイミングっていつぐらいから入られるんですか。それは多分初めてノックに入れてもらったのが多分5月ぐらい、入学式の5月ぐらい。5月、はい、5月ぐらいだと思います多分。それは結構早い方なんですか、同期の中でも。いや早いですね、一番早いですね。一番早かったんですね、はい、一番ギラついてないのに。いや、本当そう。ノック入れって言われて入ったままで。はいはいはい。いや、でも単純に早いっすよね。100人以上いて、まあそうです、メンバーが20人とか25人ぐらいノックやってて。うんうんうん。で、残りの75人でほぼ1年生って、その中で、はいはい、5月にノックなんか入れって言われて、入ったっすね。それなんか何が良かったとか、うん、何が。多分当時その控えキャッチャー的なのを、うん、正捕手はいいキャッチャーの先輩が3年生でいたので、はい、多分控え捕手みたいな感じで多分がちょっとこうなんか強化ポイントじゃないですけどなんか必要だったのかなって、うん、レベルがあったんだと思います、はい、で、まあ後から聞いた話ですけど、まあ、取って投げるぐらいは中野できると、うん、なるほど、はい、でノック一緒に入れてもらったのは結構この春のあの球場の雰囲気ってのは今も覚えてますね。へえ、20人ぐらいがノックやってて、あとは全員ここにしちゃ70人ぐらいランナーやってくる
はい、でそこで自分がノック入れていただいて、はい、やった雰囲気は覚えてますね。うーん、1年生の夏からベンチは、はい、1年のその春の県大会、入学した春の県大会、千葉で優勝して、うん、で関東大会にベンチ入れてもらいました。あ、すごいですね。なんか、まあ、本当は入って入れていただいただけで何もしないですけど、いや本当に入れていただいただけで、思いと感情とは裏腹にビップ待遇を受けるっていう。いや、ビップ待遇、なんか分かんないです、不思議ですね。すごいですね。なんかでも入った人って入ってノック入れてもらって、何回かノック入れてもらってたら肩急に強くなったんですよ。あ、急に強くなったんです。あれ今でも不思議でしょうがないですけど、ズバ抜けて、いや1年の入ってきた中野ってやつが肩強いぞみたいな感じじゃないですよ、はい、全然普通にキャッチボールぐらいはできましたけど、うんうんうん、でもその先輩、まあその正捕手の3年生の方、はい、とにかく肩強かったですね、はい、もちプロも注目されるような方で、うん、でその人 の、ま、の後ろからこうセカンド送球ボール回しとかで、はい、で当然3年生とかをマジメンバーのボール回しなんで投げてくる球も強いし、はい、っていう中で、まあ、なんとかついていけてたような気はしてて、でその先輩の球をセカンドにピシュって投げた球、あすげえみたいな感じ で、はい、でそれにな真似してなんか投げてたら強くなったし、ね、はい、めちゃくちゃいい環境だったんですね。そう、そうしたらなんか強くなって言ったな、すごい覚えてます。その年 の、 その夏、1年生の夏はどこまで行かれたんですか。夏は、あ、それは甲子園に一番で優勝して、うんうん、甲子園でもベンチ入れてもらいました、うんうんうん、へー、ね、はい、そうなんですね、はい、じゃあ最初の夏で甲子園に、そうですね、夏、まあ、甲子園で出場はなかったんですが、県大会何試合かスタメン出してもらったりして、へ、はい、どうでしたか実際のやっぱ高校野球。いやー、なんか本当さっき何度も悪いですけど能天気すぎて楽しかった記憶しかないですね。楽しかった記憶なんですね。なんかやばい、俺が出したらどうしようとか、はいはいはい、そういう気持ちが一切なくて、うん、本当勘違いして、あ、試合出れるんかみたいな、勘違いして、ちょうどその要はその正捕手だった方がピッチャーもやられてたんですよ。なるほど。やっぱり速くて140を超えるような球投げて、うん、で受けるのがやっぱ自分になってくるんで、うんうんうん、で本当5月6月のオープン戦とかその方が投げる時とかに自分もオープン戦出させてもらったりしてて、うん、で県大会でもやっぱりその方がポイントポイントの強いところで、うんうん、先発ってなって、うん、で自分も9番キャッチャーで出てましたね。出させていただきましたね。もう次は楽しかったですね。なんか幸せですね。すごいですよね。でも1年夏からそういう戦力として入っていきながら、戦力かどうか分かんないですけど、うんうんうん、でもまあ一生懸命は伸び伸びとはいはいはいやらせてもらいました。甲子園はどうだったんですか。まあ、甲子園はその夏は1回戦で智弁学園に負けてしまって、はい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 、はい、スコア的にはどれぐらいだったんですか。6対0だったですね。あ、はい、なるほどなるほど。でもなんか、ね、一応夢ではあった甲子園 ですけど、中学校時代は甲子園なんてそんなみたいなっていう自分も ね、あったわけじゃないですか、はい、実際にこう出場してみての最初のこう甲子園の感想とかどんな気持ちだったんですか。いやなんかそこでもなんかこう高ぶるものというか、はい、シャキタゾ甲子園みたいな、はい、そういうのもなく、はい、まあそれは甲子園なんでよし頑張るぞって思って、まあ、先輩たちにこうついていかせていただいてやった記憶もあるし、うんうん、甲子園のその時の部長の先生に言われたのは、なんか今なら甲子園の抽選会って全選手行くんですよね、夏、はいはい、そうですね。で、それいつだか何回か会うとたまに言われるんですけど、その抽選会でお前自分寝てたって本当にそれぐらいちょっと変に強くてよく、はい、まあ、怒られる時も先輩に怒られることも自分結構あったんですけど、はい、
けども、なんか変な図太さって本当なんかあれだなっていう今考えると。そうです、ただです、先輩の前に寝ることさえ許されないのその開会式抽選会で待ってる時間、椅子に座ってこう寝て、はい、寝てた寝てたなお前って言ってでも、あ、はいぐらいでしかならないような人間だったんですよやっべえともならず、うん、でもそうやって、そういう風に今思えばですけど、そういう風になんていうんですか、お前寝てたら何やってんだって怒るのも当然そこで指導する、怒って指導するのも指導だとは思うんですけど、はい、なんかそこの自分のそれをいい図太さと捉えてくれたのか、はい、そんなのお前は、まあ、そういう言い方でお前実は母お前なすげえやろうだなぐらいでやってくれるようなもうそういう指導者の先生方、はい、その時の部長の先生だとか、うんうんうん、すごいなって今こうやって高校生取れてると思います。そうですよね、普通だったらね怒るというか、はい、何やってんだってありますもんね、1年でこの野郎ってありますよね。いやでもすごいですね。じゃあまあ、はたから見たらこう何でしょう、こう肝が据わってるというか、いやすごい、本当にずぶといず、あれですよね、ずうずうしいですよね、うんうんうん、本当に、うんうん、いやいや、はい、そのね、ずぶとさ必要ですよね呆れますよね。でその後 新チームというか、まあ、まだ1年生だと思うんですけど、3年生が引退された後はもう正捕手として出ていかれるんですか。そうですね、1年生の秋とかは試合に出させてもらってました。なるほど。で、まあ、そのまま新チームになり、甲子園は最終的に何回出られるんですか。まあ、2回ですね。2回出られて自分の代の選抜と1年の夏。なるほど、そうだったですね。実際どうですか、こう、まあ、1年生の秋以降ですね、3年生が抜けられた後でいくと、まあ、正捕手っていう結構重要なポジションの中で、うん、1年生の時は野球がまた楽しくて試合出れてワクワクしてっていうことだったと思うんですけど、その感情は変わらず。あ、そうですね、変わらなかったですね、うんうん、はい、なんかチームのために責任感みたいなところは、そんなに、はい、一生懸命はやってたつもりではいるんですけど、はいはい、そんななんか俺がこうしなきゃみたいなとかもなかったですね。大体ね、高校生の一番こう平学1年生から試合出て、はい、2年生になったら主軸になって、3年生になったらキャプテンとかキャプテンっていうルートにもまさに乗られてるわけじゃないですか。全くそんなことも気にせず、まあ、試合頑張ろうっていう。そうですね、日々の練習と試合を頑張ってただけですね。本当にいい人に恵まれました、うん、本当に。なんかもう、それこそ小学校、中学校の時より辛い、ね、まあ、練習自体は多分大変でしょうけど、はい、辛いなって思うこともなく、あ、もうそんなに、あ、まあ冬場は朝早くから練習したりするんで、うんうん、まあ、それはちょっとこう眠いな辛いなぐらいはあったっすけど、うんうん、今みんなやってるし、なんかその中の一人で生活してたら大したことなかったっすね、はい、辛かった、きつかったっすけど、うんうんうん、いや、もう逃げ出したいとか、はい、そういうのはなかったっすね。なんか実際こう新チーム3年生が抜けて1年生の秋から、まあ、夏にかけてなんですけど、県内では どこぐらいまで行かれるんですか。秋は多分千葉県で準優勝だったですかね。準優勝で関東大会行って、うんうんうん、で1回戦で負けてしまって選抜行けずに、うんうんうん、で2年生の時も準優勝、あ、その2春か、2年春も準優勝だったかな、うん、で、まあ、関東大会行って、はいはい、あ、1回勝って、はい、その春は1回勝って2回戦で負けちゃいました。うんうん、こうもうあと一歩っていうところまでもずっとこう2年生1年生の秋からずっとこう来てるって感じですね。で最後2年生夏になった時に、はい、これを乗り越えよう、どうしようみたいな感じが、いや、なかったっすね。なんか
やっぱりこう指導者の監督さんはじめがやっぱりすごくて、うん、そういうなんていうんですかね、本当にコントロールしていただいてたというか、我々の感情を。なるほど、はい。その中で選手は選手なりにやっぱり一生懸命やって、どう、まあ小枝監督といえば、はい、名称じゃないですか、高校野球界では誰もが知ってる監督だと思うんですけど、なんかそういう、こうコントロールっていうのはどういうふうにコントロールされていかれるんですか。いやー、なんですかね、なんかあんまりものすごくこうビシバシにこう締め付けてやるような雰囲気はないです、なかったですね。でもやっぱり大きな存在とか言ったら失礼ですけど、はい、我々の中でもすごい目雲の上のような、はい、監督さんでもありながらそういう存在だったので、うん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 、やっぱりこうミーティングとか何でもやっぱ聞き入って、はい、聞いてましたね私は。こんなこと話してもらって教えてもらったとか、それはでも私のだけじゃなくて他の卒業生でもそういった選手は多くいるはずで、大人になって社会に出てどうあるべきかっていうところであったりだとか、その人間形成っていう意味ではものすごく温かく教えてもらった記憶があります。はい、すごい印象に残ってる指導で何か一つありますか。いやー、いっぱいあるんですけど、やっぱすごい厳しく指導されてた時期も私もあって、特に下級生の時とかやっぱキャッチャーで配球のことだったりだとかっていうのはもう本当に毎回ベンチ帰るたびにもう怒られてたような記憶がやっぱあります。はい、2年生の時にまあ、当然レギュラーで試合出ていて、で私の控え捕手の先輩の方がオープン戦で、まあ、失敗しちゃったのか何かで怒られてこう涙されてて、でその後の自分のこうミーティングノートにその先輩の涙の意味は分かりますかっていうことを書かれてて、でそれは何かこう感じるものがありましたね。あ、なるほど。なんかそれでもあんまり君はこうだからこうだよ、お前はこうだぞってことはそんな具体的に書いてなくて、意味は分かりますかっていうことを書いてあって、まあ考えさせられたというか、あ、俺そうだな、上級生がそういう方いるんだったらもっとやらないとなって、はい、あんまりこう答えを、出してくれないというか、ストレートにお前こうだからこうしなさい、こうやるべきだっていうことよりも、ちょっとこう、まあ、遠回しにって言ったら違うのかもしれないですけど、そういうのをこう考えさせてで分からせてもらえるような指導をしていただいた記憶がありますね。